さあ、そして、エイちゃん、セカンドハウス、ベッドの真横。ここね、落ち着いてますね。私が仕事行くときだけ、育児室の方に戻してるんですが、朝、今日で3日目かな、ここの場所を使わしてるの。朝、子供らを先に育児室に置いて、で、その後、エリカを抱っこして育児室に置くんですが、エリちゃん、降りる降りると言って、一回下ろしたら、ここに一回来るんです。でも、赤ちゃんがいないんです。で、上上がって、赤ちゃんいるの納得して、んで、そこに落ち着くかと思いきや、下に降りたいっていうので、放置してます。エリカー、エリちゃんかわいい。